地疎改正反対一揆地疎改正反対一期とは、1873年7月より、明治政府によって推進されてきた地疎改正に反対する農民一期である。基本的には、全国各一の地疎への統合を従来通りあるいは、それ以上の水準で農民に付加しようとする、明治政府と生活の維持、改善のために生産余剰の確保を求める農民側との対立ということになる。 大きな流れとしては、が挙げられる。石大農園名を求める1874年の山形県はッパー一や、入海地の勧誘地編入に抗議して3万人が、実力行使に及んだ明治14年の群馬県、入海地創場なども著名であるが、大きな反対一機は、実際に地下の決定などの作業が進められた1875年から1877年に、かけて、相次ぎ、 特に1876年11月から数ヶ月間において、茨城県、三重県、愛知県、岐阜県、堺県、熊本県で相次いで一気が発生した。これに対して、明治政府は1877年1月に地層3%から2.5%に引き下げる決定をしたものの、地層改正事業の中止には応じず、1881年6月30日の 地疎改正事務局の閉鎖に伴って地疎改正の終了が宣言され遅れていた山林などにおける勧誘民畜分事業も翌年7月に終了している。以後の反対闘争は自由民権運動以後の地租軽減運動や初期帝国議会における民力休養論などに舞台を移すことになる。ありがとうございます。